はい、どうも、こんにちは。今回ね、また殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず教会に潜入して、あ、やべえってなって 一応一旦引いて、食事を、お腹すいたし食事行こうって、食事っていうか、酒場に行ったら、またこいつ、警察に会って、すごい、ゴタゴタしてるわ。スネークが。依頼人に関しては明かせませんが、うん。僕は今サルーフ復員教団に出入りしているある人物の素行を調べていああ、ます。いいラインじゃん。俺前回もすぐ撮ってるからあれだけど、いいラインだよ、これは。交換と情報の開示としては。出入りしている人物、教団関係者か。まあ、いや、信徒の一そう人でだす。ね。その人物は借金がかさんでるらしくてね。うまく隠すね、アーサー。さすが俺、うっかり滑って喋りそう。うっかり。あと、ミシェ、違います。その人物はって言いそなんだそれ、う。宗教団体に入れ込んでるってか。そうですよ。さあ、ただ何らかの理由により教会の信奉者になっているのは間違いありません。それは知らないからなね。るほどな。ハリーは感心した様子で小さくうなずいた。今分かってるのはそれくらいですよ。それでそちらの情報は。まあでもお金が発生してるもいいと思うけどな。ハリーは懐から何やら小さな紙片を取り出すと、人目をはばかるようにしてアーサー差し出した。あ なんか印象やるちげよ。あの教団に出入りする信徒から譲り受けた品だ。え。やべえ、ハリーいいやつだ。 ハリーいいやつじゃん。ちゃんと情報くれるじゃん。しかも割とでかい情報をくれるじゃん。俺のすごい曖昧な情報に比べてめちゃくちゃ確信つく情報をくれるじゃん、お前。すご。めっちゃいいやつじゃん。てか、このカットよ。顔の印象ちげえわ。何ですか？これ。あ、燃やしたやつだな。教団が販売している常財布とやらの切れ端だ。その教団が信徒たちに売りつけているらしい。そこまででも踏み込んでるんだ、お前らは。さすがだね。おそらくは紙幣の代わりに渡していた紙の正体だろう。アーサーはそう推測し、渡された紙幣を注視した。詳しい知り合いに調べてもらったんだが、そいつには麻薬の成分が染み込んでるって話だ。つえー、人脈つえー、人脈つえーよ、お前。詳しい知り合いにって始まるのすごいわ。俺も言いたいわ。いや、これは、僕の知り合いの一人にちょっと調べてもらいましたよって言ってみたいわ。麻いねえ薬っもて、ん。それ違法じゃないか。人脈ないもん、バ俺。カ野郎、声がでけえよ。そうだよ。思わず叫びそうになったアーサーはハリーに制止される。いかにパブとはいえ、マイクの話を大声でするわけにはいかない。んなものあの教団が売っているのか。そうだ。こんなものを扱うのは非合法的な犯罪組織だな。おう。およそ真っ当な宗教団体とは思えない。いいね。これが犯罪の証拠じゃないですか。だったらさっさと踏み込んで。確かに警察だもんな。そうしてえのは山々だが、背後に面倒なのがいるもんで、そう簡単にはガサ入れさせてくれねえのさ。あいつか、アドラメリクシか。背後にか。とにかくだ、お前の事情は知らねえが、こっちもそういう状況なんでな。有益な情報があったらロンドン市警に知らせてくれ。なかなかかぶんないなと思ったけどさ、アドラメリック氏の調査と、ミシェルの調査っていう、なかなかかぶんないなと思ったけど、うまーく絡んだね。うまーく噛み合ったな。その紙片はやるよ。警官に見つからないようにな。それとなんすか。俺の邪魔はすんじゃねえぞ。てか、明らかにお前の方がくれる情報すごかったけど、大丈夫？ お前損してないか？お前ぐらい踏み込んでるんだったら、正直多分アーサーの調べたことなんか全部知ってると思うけどな。 ハリーはエールの代金分のコインを置くと、そのままかかとを返してパブを出ていった。暴力に麻薬の紙切れ、随分変わった警官だな。確かに。そうだな。あの父兄といい、あいつといい、ロンドン市警はなかなかバラエティ豊かな警官を取り揃えてや確かに品がる。揃えが豊富だね。
ハリーの態度や行動に何か思うところがあるのか、ジャックは愉快そうに肩をすくめた。やれやれ、うん、あのお綺麗な天使様も事前授業をやってるわけじゃなかったってこったな。うん、どうやら何かしら裏の事情がありそうだ。危ないね。ああ、ミシェルが心配だ。うん、調査の必要がある。そうだな。アーサーは神妙な表情でエールをグイと飲み干した。主精を主精でいいのかな、お腹に入れても彼の気分は晴れなかった。厄介だな。普通それ酒の悪いとこ出るだけじゃん。おい、そっちに逃げたぞ。ローリーの部下。逃がすなよ、回り込め。おう、うわ、債務者の男。取り立てか。薄汚い路地を必死で逃げ回っていた男の前に黒服の一団が立ち下がった。有能じゃん。おー、かっけー。こう見るとかっけーな、お前。こう見るとかっこいいよな、結構いいね。黒服たちの中央に立っていた小柄な人影が一歩前に踏み出す。スーツの女性、ローリー・ゴッドスピード。ローリー、ごめん、ゴッドスピードやっぱちょっとダサいなって思っちゃった今。逃げられるつもりだったのか。うん、だとすればもう少し普段から逃げ足を鍛えておくべきだったな。そうだね。たじろぐ男にローリーが人の悪い笑みを見せる。アーサーと一緒にいる時にはお首にも出さない冷酷なマフィアの幹部の顔で。お願いだ、もう少しだけ待ってくれよ、ちゃんと金は払う。待った結果がこれなんだよ、お前。これ、おい。待った結果が今なんだよ。待てないんだよ、もうこれ以上はよ。そうやって一回いつもそうやって逃げてきてさ。男は酒やギャンブルに溺れ、ゴッドスピードユニオンファミリーから金を借りながらもその返済を滞らせていた。ローリーは債務者のとこから借金を取り立てるために手駒を使い、この場所まで追い詰めたのだ。ダメだな。うん。お前がそう頼み込むから二度も期日を延ばしたんだ。優しい。これ以上は待てない。うん、他の奴らに示しがつかないだろう。確かに始末しないとな。頼むよ、俺には家族が。うん、このままじゃみんな飢え死にするしか。お前のせいなんだよ。おい、お前のせいだから仕方ないだろ。そんなの酒臭い。うん、ずいぶん飲んでいるようだな。うん、元金どころか利子すら入れず、日がない一日叫びたり。お、いいね。まったくいいご身分だ。今ラップみたいだったね、ラップみたいな。元金どころか利子すら入れず、日がな一日叫びたりみたいなね。すごいなお前。男の言い分はローリーには一蹴されてしまった。弁解が通用しないと見た男は観念したかように顔を伏せた。わかったよ。うん、俺はどうなってもいい。うん、けどよ、どうか家族は、家族だけは。働こうにも仕事が見つからねえんだよ。これはどうするんだろうな。そうか、うん、しかし喜べ、お前にはちゃんと仕事を用意してある。え、何？ファミリーの所有する鉱山での労働だ。うん、ちゃんとした飯に寝床付き、紅茶も出すぞ。お、鉱山だと？うん、俺の家族を残していくのはごめんだ。バカ野郎、お前それぐらいの思いで働けよ。お前家族のために働くんだよ、遠出して。安心しろ、うん、もちろん一緒だ。うん、奥方はパブで下働きをしてもらうし。ああ、そういうパターン。子供たちにも軽い手伝いをさせよう。問題があるとすれば賃金が恐ろしく安いことか、うん、あとは健康にさえ気をつければ問題ない。うん、規則正しく働き借金を返済する。いい職場だろ。いい職場じゃねえかよ。俺はね、別に借金とか抱えてないから嫌だけど、まあ、借金抱えてるんだったらまあ仕方ないよな。ニコリと頬を釣り上げて笑うローリー。しかしその目は冷たく、何の感情もこもっていなかった。子供を売るよりも、うん、奥方と離れるよりもまだマシな選択だと思うよ。うん、酒も賭博もやめて一度本気で働いてみるといい。いいじゃん。それは、お前これは合ってるよ。連れて行け。はっ、よ、よせ、やめろ、うん、そんなところには行きたくない、やめてくれ。バカ野郎、甘えんじゃねえよ。おい、甘えてんじゃねえよ。ん？あ、結局アーサーは声かけられなかったんだ。はい。何？あ、ローリーだ。こんにちは、ローリー。また来てくれたのね。うん。お邪魔します。先生、これつまらないものだけど。あれのかな、アーサーの中間報告しなくていいのかな。ローリーはお土産として持参したケーキをミシェルへ差し出した。まあ、ケーキじゃないの。うん、ミシェル先生の好物だろ。うん、新しく入ったコックがこういうものが得意だから焼かせて持ってきたんだ。
すごい。覚えていてくれたのね。嬉しいわ。先生、あの頃の先生を返してくれ。それから、これも、うん、僕のお気に入りの茶葉も持ってきたんだ。茶菓子と紅茶、この2つがあればどんな時間も甘く楽しく華やかなものに早変わりである。嬉しい。すぐにお湯を沸かすからちょっと待っていてね。先生。ローリーは粗末なベッドに腰掛ける。ミシェルの部屋を訪れた時はここに陣取るのが彼女の習慣となっていた。ああ、じゃあもう結構通ってんだ。湯を沸かすために暖炉に向かうミシェルの背中をローリーは複雑な気持ちで見つめた。痩せたな。ああ、そこまでわかんの。問い詰めるべきだろうか。うん、借金のことを僕は知っているんだって。だけど、まあ難しいとこだよな。やっぱ仲がいいほど難しいもんだよそこは。じゃあローリー、うん、せっかくだからこの茶葉を使わせてもらうわね。あれじゃないの、薬がゴトって出るんじゃないの。ゴトって。ああそうだね。先生これはなんだっつって、それはローリーってなるんじゃないの。急ぐことはない、うん、そのためにアーサーに調査を依頼したんだ。まあまあ確かにね。今はまだミシェル先生と過ごすこの穏やかな時間を壊したくない。うん。いい香りがしてきたわね。うん。さあそろそろいいかしら。先生どうぞ。ああありがとう。差し出された質のカップにそっと唇を寄せると茶葉の豊かな香りがビビビビクをくすぐった。あれからいろいろと噂を聞いたけど、ローリーずいぶん評判がいいのね。もうすっかり立派なマフィアの顔役だわ。ありがとうございます。立派なマフィアというのもおかしな話だけど、でもあなたを形作るのは暴力と流血だけじゃない。いい話もたくさん聞くわ。だけじゃないってことは一応暴力と流血はあるんだな、さすがに。あなた、うん、小さい頃は優しい子だったのに、少し大きくなってからはどんどん冷たくなった。やめてくれや、えぐるから。マフィアとしては正しいのかもしれないけど、うん、心配してたの。先生やめてくださいよ、心がえぐられるわ。でも、うん、今の評判を聞く限りあなたは優しい人ね。貧しい人に仕事を与えたり力になるなんて。あれかな、今の仕事を与えたりっていうこのこれってさ、あのさっきのあれかな、あのね借金抱えたやつに仕事を与えるってあれとあれのことなのかな。これってなんかこれだけ聞くと結構いいことに見えるじゃん、貧しい人に仕事を与えるって。ただちゃんと見れば借金を抱えたやつにしゃあなしに仕事を与えてるってことなのかな。一体どんな噂を聞いたのか、ミシェルはローリーを褒めたたえた。その語り口には素直な称賛と誇らしさがあった。まあね、貧民に仕事をさせたりするのは組織の方針だし、それ以外の人助けは趣味みたいなものだけど。あれか、だから本当に地下労働がなんかすごいねじ曲がって貧しい人に仕事を与えてるようになってんだけど、ミシェル先生に褒められると、うん、なんだか照れくさいな、うん、照れなくてもいいのに。責任のある仕事も任されているみたいね。先生、私も鼻が高いわ。先生、ああ働かない者の末路は物乞いか犯罪者しかない。物乞いも給品員で不衛生かつ極貧の地獄のような生活が待ってる、うん、借金が返せないものだって。ああこのシーンね。はっ、よせやめろ、そんなところには行きたくない、うん、さっき見たさっき見た。やめてくれ。なんか優しいって言われるけど実際優しいことしてないんだよなって今ローリーは思ってるんだな。あ、どうしたの、うん、急にぼーっとして。先生なんでもない。てかその少し疲れているみたいで。あれだね先生、薬漬けなのに割とちゃんとしてるよね。よく自我を保ってられるな先生。ミシェルはローリーの額に手を当てる。かさついた手のひらに触れられてローリーは気恥ずかしくなった。心配ね、うん、あなた昔から体調を崩すとそうやってぼーっとして。触った感じでは熱くはないけど、うん、ちょっと顔が赤いわね。照れてるだけだよ先生。それはミシェル先生が懐かしいことをするから。ピュアだな。
額に手を当てられるのはまるで幼い頃に戻ったように気恥ずかしくて、それでいてひどく幸せだった。ミシェル先生を、この人を今日の男のような目に合わせるわけにはいかない。あ、そっか、ミシェル先生も借金抱えてるから、そっか、結果的にはパブで働くかもしんないもんな。先生、僕は大丈夫だよ。うん、今日みたいにゆっくり休むさ。そうしてちょうだい。うん、さてと、それじゃキャラウェイのケーキをいただこうかしら。ああ、あー、すごいシンプルなやつね。すごいシンプルなやつなんだ。キャラウェイシードをまず混んだケーキ。ミシェルはフォークで切った一辺をそっと口の中に運び、満足げなため息を吐いた。うん、おいしい、本当に絶品ね先生。そうだろ、うん、コックはパイもうまいんだ。また今度持ってくるよ。うん、そうなの、楽しみだわ。先生元気でね。暖かい部屋の中で、うん、ミシェル先生とお菓子を食べながらおしゃべりか。ちょっとピュアだなローリー、やっぱ。ああ、どうかこんな時間がいつまでもずっとずっと続きますように。めっちゃピュアじゃん。それが希望や無双だと半ば確信しつつも、ローリーは幸せな時間が長く続くことを願った。どうなんだろうな。ロンドンを牛耳るマフィア、ゴッドスピードユニオンファミリー、その屋敷内にある談話室へローリーは呼び出されていた。呼び出されていたってことは、ついにパパが来るのか。パパが副首領である彼女を呼びつけられるのはただ一人。まあそうだよな、ゴッドスピードユニオンファミリーの首領ドン・ライオネル・ゴッドスピード、ローリーの父親であった。ついに来るのか、エガー。パパ、今日ここに呼ばれた意味は分かっているか。いかつ。いえ、どの案件についてでしょうか。副資料であるローリーの抱える案件は多い。どの件に関する話なのか、呼び出されただけでは特定できようはずもなかった。ああ、ミシェルじゃない。ミシェルじゃないの。ただローリーは今回に関してはライオネルがなぜ自らを呼び出したのか、大方の見当がついていた。あれか、ミシェルに金貸してることが。ミシェルのことだ。そうだよね、やはりですか。うん、ミシェル先生の件が何か。ちょっと金貸しすぎてんだよなってことかな。予想通り絞り出すようにローリーは答えた。その返答にライオネルは小さくうなずく。ロンドンにミシェルが戻ってきたことは大変に喜ばしいことだ。彼女は長らくお前や他の者の世話をしてくれていた。そうですね、他のみんなに聞かせれば喜ぶでしょう。うん、その必要はない。どうしてでしょうか。家族の再会を喜ばないのはおかしいでしょう。まあ、金貸してんだよ。ミシェルはファミリーを抜けた。うん、病気療養のために送り出した際に縁は切れている。円満に足抜けさせたんだ、折り返すな。あ、まあ、そういう風に捉えてるんだったら、もう今ローリーが通ってることすらちょっとあんまよろしくないことではあるか。ですが、私は彼女に恩が。バカ野郎、ここはマフィアの世界だ。そんな甘っちょろいね、個人的な意見はね。個人的な感情にね左右されてんじゃねえよ。彼女はすでに市政のものだ。うん、我々のような裏社会の者たちとの関係は喜ばしくない。あ、そっか、市政か。それ市政って読むのか。そうだよな、確かにそうだった気がするわ。ミシェルは組織参加の金貸しから借金をしています。うん、それはすでに関わり合いがあるということなのでは。まあだから悪魔にあれじゃないの、普通にね、普通のさっきね、さっきの借金抱えた男と一緒な見方してんじゃないの。その関係は客と店だ。うん、望む者がいて与える者がいる、それ以上の関係に踏み込むのはよせ。まあ正しいよな。いいかローリー。うん、一度目は父として忠告する。ミシェルの件には関わるな。先生、違う、パパ。ミシェルの件に踏み込むことはお前にとっても彼女にとってもいい結果にはならん。うん、今日伝えたいことはそれだけだ。パパ、留意します。いいだろう。参ったな。まあでも正しいよ。うん、何このカットいる、これいる、これ。この雨降りましたカットいる。麻薬を染み込ませた紙。うん、常在符。
怪しいね。怪しいねっていうかもう答えだけどな。アーサーはハリーから譲り受けた常在符を眺めていた。焦げ跡からすると火で炙ることによって気化した薬物を摂取するということなのだろう。不良警官は信者どもの土産に買わせてるって言ってたな。うん。はあ、うさんくせえとは思っていたが、まさか薬まで扱ってるとはな。確かに。以前ミッシェルと報復の男とのやり取りの際、記者に対して男が紙を受け渡していた。あの紙はおそらくこの常在符だったのだろう。アーサーはそのように分析しつつ、次の一手をどうするべきか模索しているところだった。サルーフ福音教団については、うん、もう少し突っ込んだ調査が必要そうだな。確かに。来た。ローリー、黙って扉を開けるのは。まあ中間報告するべきではあるよね。もうどうしたんだ、びしょ濡れじゃないか。傘させよ。ノックをせずに事務所の扉を開けるのはローリーしかいない。行動をたしなめようと視線を向けたアーサーは、入ってきた彼女の様子を見て驚きの声を上げることになった。傘を忘れてしまったんだ。バカ野郎、お前結構な距離あるぞ。お前そんなコンビニ行く感覚で来るな。コンビニ行く感覚で来るんじゃねえよお前。アーサーは慌てて部屋の隅に置かれていたタオルを手渡す。雨の日の来客用に備えていたものだ。準備がいいな。風邪をひくといけない、うん、しっかりと拭いてくれ。おう。アーサーから差し出されたタオルを受け取ると、ローリーは椅子に腰を下ろし、ノロノロと水気を拭き取り始めた。少しでも早く服が乾くよう、アーサーは暖炉の火せか、かせか、ま、を強める。これすら読めないなんて恥ずかしいわ。ローリーはいつもとは違い、どことなくほうけた様子だった。二人が揃って無言になるのは珍しいことであった。それでローリーどうかしたのか。うん、いや問題ない。タオルをありがとう、朝。その、中間報告を頼む。でもこさ、危なくない？なんか薬を渡しているところに先生が行ってるんだよって言っちゃったらさ、なんかゴッドス、ねえ、ファミリーが乗り込みそうじゃない？わかった。普通に。ファミリー総出でなんか、戦争起こりそうじゃない？アーサーはローリーの様子が気がかりではあったが、それでもテーブルに置かれていた書類を手に取った。ミシェルについて。1週間調べてみて、いくつか分かったことがある。うん、まずは彼女の生活に関してだが、まあでもこいつ、そのローリーが短期で行くかもしれないからね。一人で突っ込む可能性もあるよな。ミシェルに関するこれまでの調査結果をまとめた文章、アーサーはローリーの前で読み上げた。ミシェルが自宅で服の縫い子の内職をする以外は、サルーフ福音兄弟の礼拝堂に通っているだけの質素な生活をしていること、そして、サルー福音教団には裏があるようで、少なくとも麻薬を扱っている疑惑があること。言っちゃったね。麻薬だと。どうしようかな。25分ぐらい経ってんだよな。キリが悪いんだわ。キリがつけづらいんだわ。ローリーの顔色が変わったゴッドスピードの縄張りで、保管組織から麻薬を買う。しかも使われる金はマフィアからの借り物だ。ミシェルの行為はゴッドスピードユニオンファミリーに対する明確な敵対行為だった。ミシェル先生の件から手を引くように、お父様が忠告したのはこれが原因か。あ、もうそこまで分かってんだパパ。これさ、これアーサーの調査しょぼくない？なんかアーサーの調査しょぼいんだけど、警察とね、お父様はすごい先進んでるのに、アーサーはなんか表面しか。ミシェル先生はすでに裏切り者になっている、うん、そんな彼女に副資料である僕が関わることは許されない。確かに。いくらなんでも麻薬に傾倒するなんて普通じゃない。ローリー、何かミシェルがそうなるような心当たりはないか。じゃ、ここ若干キリいいから、ここで一回終わろうかな。じゃあとりあえず終わるわ。じゃあ、あざした。